ご視聴ありがとうございます。今回はですね、一番くじになります。こちらになります。一番くじリゼロから始まる異世界生活物語は To be continued。 これをですね、どうしても欲しい賞がありまして、早速引いてまいりました。ちなみにこれ1回900円します。かなりきついですよね。一応ですね、10回引いてきました。でその結果と開封になります。よかったら見ていてください。で解消から、ご紹介していきたいと思います。それで一旦引いたものは、どんどん出しちゃいますね。まずはこちらです。G 賞でチョコノッコフィギュア、これがですね、5個も当たってしまいました。ということで全くじの半分を占めております。はい、でお次がですね、こちら F 賞のラバーキーホルダーです。で、これがまあ1個だけ当たりました。はい、でお次がですね、こちらになります。 E 賞でクリアアートで、これがですね2つ当たりました。はい、でお次がですね D 賞でポスターになります。でこれは、1つ当たりました。はい、で最後はですね、もちろん欲しかったこちらになります。はい、A 賞のレムアートスケールフィギュアになります。いやー、ですねこれどうしても当てたかったんですよ。でなので、1回900円ということで、出ないと本当地獄を見る予定だったんですけども、なんとかですね、最初に買った10回でですね当たってくれました。いやー、よかったです。で、B 賞と C 賞もフィギュアなんですけどね、エミリアとベアトリスなんですが、ベアトリスとか結構いい感じだったので、欲しかったんですよね。なんですが、ちょっと900円っていうのは厳しかったので、一旦今回はここでストップしました。でも本当に A 賞早めに当たってくれて助かりました。はい、ではですね、とりあえず解消をですね開けていきたいと思います。まずはですね、G 賞の、チョコノッコフィギュア5個になります。ラインナップはこんな感じです。どれが当たってもいいんですけどね。やっぱ無事にレムが当たったということで、これもレムがいいですかね。エキドナとかもいいですけど、商品がまだ少なそうですし、はい、そんなわけで開けていきます。では行きます。はい、ラムですね。こんな感じです。でこれ後で開けますね。一旦全部、開封していきます。いやー、ラムレムで出ないですかね。いきます。はい、おお、エミリア、メインのヒロインですね。全然嬉しいです。はい、では次いきまーす。はい、おお、来ました、レム、いいですね。かわいいです。いやー、順調にばらけてますね。ではお次いきまーす。はい、はあ、エミリアですね。かぶりです。全然いいですよ。アソートどうなってるんですかね。エミリアとかレムとか多めとかになってるんですかね。はい、では最後開けます。エキドナ出るか、いきます。はいレムですね。全然嬉しいです。じゃあちょっと開けちゃいますか。こんな感じです。かわいいですね。で900円なのでちょっと小さいですかね。こんな感じでちびキュンキャラとかと比べてみても
やっぱり少し小さいですね。まあ昔のマクロスの一番くじとか海賞ではこれよりでかいギュンキャラでしたからね。今900円でこのサイズかと思うとちょっと厳しいですね。はい、で次がですね、こちら F 賞のラバーキーホルダーですね。でこれもまあラインナップが多くて10種類ですか。まあせっかくならこれもレムがいいですかね。まあでもオットーでもいいですかね。まあ開けてみましょう。ではいきまーす。はい、スバルくんですね。まあ主人公ですからね、全然いいと思います。はい、ではですねお次が、E 賞のクリアアート。これがですね、2つ当たりました。ラインナップはですね、こんな感じです。これも8種類もありますね。はい、では開けてみましょう。私クリアアートっていうのは多分初めてかと思うんですけど、どんな感じなんですかね。ではいきまーす。はい、おお、これはパッケージに書かれているデザインですよね。いいんじゃないでしょうか。で素材は PET 素材って書いてあるんですけれども、なんか薄い下敷きみたいな結構丈夫な感じの素材でいいですね。まあさすがに900円っていったところでしょうか。はい、ではもう一枚も開けてみましょう。いきまーす。はい、あーラムですね。レムが良かった、まあなんて言っちゃダメですよね。ラム今季すごい出番って頑張ってましたからね。全然いいです。はい、でですねお次が D 賞のポスターなんですが、すみませんちょっとポスターだとスペース的に広げるのが大変そうなので、ごめんなさい、今回開けずにですね、こんなからだそうです。エミリアとラムとレム3人が写っているっていうデザインでして、で今回これはですね1種類だけみたいですね。はい、でまあ最後なんですけれども、こちら A 賞のレムのバストですね。でこれはですねちょっとすいませんじっくり開けていきたいので、次回にすいません回させていただきます。ですのでそちらもですねよかったら見ていただけると嬉しいです。はい、ではですね最初にご紹介できなかった G 賞のチョコノッコフィギュアになります。こんな感じでした。まあやっぱり最初も言った通りですけど900円でちょっとこのボリュームだとやっぱり小さい面だなっていう風なんですが、まあとても可愛らしいフィギュアだと思います。あとなんかちょうどいいですね、メイン3人っていう感じで、綺麗に揃いました。はい、ということでですね、今回はですね一番くじの動画、あまりやらないんですけども、リゼロから始まる異世界生活、物語は To be continued、10回引いてみたの結果でした。ですね以前カンコレのシグレがですね、同じアートスケールフィギュアっていうのを出てまして、すごい評判良かったみたいなんですよね。なのでそれに続いて今回はレムが出るっていうことで、ぜひ手に取ってみたいってことで、今日ですね発売日でして、コンビニさん巡ってなんとか見つけて、ゲットすることができました。1回900円のくじなのでやっぱり結構厳しめなんですが、気になる方はぜひチャレンジしてみてください。人気かもなので結構早く終わっちゃうかもですね。ラストワン賞とかも A 賞とほぼ同じなんですよね。猫耳仕様になったレムなので、なので残りわずかなんていうのもやっぱり厳しそうですよね。そんなわけで気になる方はぜひ引いてみてください。はい、ではとりあえず今回は以上になります。次も A 賞の、動画出してみたいと思いますのでよかったら見てください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。